それは誤解です。待って、舞さん、説明をさせてください。話しかけないで。大丈夫か、ヤマト。助かったのか。ヤマト生きてる。ああ、生きてるけど。そうか、なら殺してやる、今すぐ。見つけた。へえ、芝くんってロボットにまでモテるんだ。お兄様にお人形遊びのご趣味がおありとは存じませんでした。俺の方から抱きついたわけじゃないぞ。抱きつかれた。もう一つは、俺みたいな虹オタに三次元の彼女がいるかもという間違いだらけの認識だ。じゃあ窓の外のあの人たちは何？それは、その、あなたが好きだから。もうあなたにメロメロなの。は？あなたにエロエロなの。待て、意味わからん。あなたがエロエロなの。わかったけど、事態が悪化した。今の告白のことを指しているのかしら。ああ、うん、そうだね。あなたが好きだから。落ち着け、アキコ、戻ってこい。本当に二人は付き合ってたんだな。待て、ハスキー、勝手かもしれねえが、俺の話も聞いてくれ。聞く耳持たない。ハスキーの前でイチャつくなんて、いい度胸だぞ。私の頼みを聞いてくれるだけでいいの。頼みって？それはね、私の。なことありません。私は克也くんにおっぱいだって触られたんですから。え、あ、いや、あれは違う。何よ、何考えてるの。可愛ければ誰でもいいわけ。誤解だ。私のせいで小枯らしさんに胸を触られて、それで。何？わざとじゃ。もうどんどんよ。除霊してもらうべきだったかもしんないと、ちょっとだけ思う小枯らしであった。はあ？イチカ、貴様、女子を連れ込み、あろうことかハレンチ極まりない行為をしおって、恥ずかしい。待て待て、誤解だ。泣かないでくれ。はじめくん。ちゃんと抱きしめてやんなさいよ。レジ君、風邪大丈夫？今んとこは平気。ちょっと暑いかな。ちょ、明るさ。心配だし、保健室行こっか。私が付き添ってあげるよ。お構いなく。ああ、ありがとう、鈴鹿。あれ、鈴鹿、戻らないのか？はい、お兄ちゃんと他の女性を二人きりにはできないので。え、何それ、もしかして言うてば、まさか。お兄ちゃんは獣だものですから。ちょ、鈴鹿？そうよ。江浩一同学。我有了你的宝宝。咦，不是吧？靠，上好的白菜被猪拱了，曝光他。江浩一，严重危机。ルーナを見て、しかも触れるんだぞ。妙な真似はされなかったのか？妙な…何もありません。これは
聞くのね。犬塚？ちょっと痛い。優しくして。俺は何を。ベルシアが牛乳を拭いて1週間放置した雑巾を見るかのような目で。ダメ。何してんの。3秒ルールのデモンストレーション。な、3秒ルールってあるか。いくらローカルルールだって。で、感想は。すげえ柔らかかったって何言わせるの。だからアキコ戻ってこい。どうした、元気ないのか。ハツキが慰めてあげよっか。じゃないからな。勘違いしちゃダメだぞ。犬塚なら出て行ったぞ。マジか。この子はただの。すみちゃん、めっちゃ彼女のふりしてくれてる。すみちゃんありがとう。だけど今は違うんだ。今は彼女だと思われちゃまずいんだよ。だが残念だ、君が黒犬なんかでなければ。ハスキーにちょっかい出してんじゃねえ、色ボケ野郎。また会ったな、犬塚。こっちもだ。てめえ、何うちらのアイドルに手出してんの。殺す。やってみろよ。古賀さんは知らないのね、この数日の間に私とケーキ君がどれだけ仲良くなったのか。いや、その。どういう意味ですか。ケーキ君とデートしたの。駅前の喫茶店でパフェをおごってもらったわ。へえ。ゆいかちゃんもパフェが食べたかったとか。ケーキ先輩のバカ。 MVP を取ったら付き合わない。悪いけど私、軽薄な男は好きじゃないわ。それは失礼。なんだこの異様な殺気は。それも分かったわ、これもラノベのため。ユーの好きなようにしていいわ。今日私は女になっちゃうのね。こんなことならもっと可愛い下着つけてくるんだった。マイさん、何言ってるの。もしもし、警察ですか。うちに性犯罪者が侵入して。鈴鹿さん、兄を通報しないで。ケーキ君、私たちあんなことまでした仲に。あんなことってどんなこと。嫌がる私を無理やり押さえつけてあんなに激しくしたじゃない。私初めてだったから怖かったのよ。ケーキ先輩、誤解。俺がしたのは壁ドンだから。さすがナサ君のお嫁さんになるだけの子ね。お嫁さん。あ、そりゃそうでしょ、だって二人は結婚してるんだから。結婚してるんだから。結婚してるんだから。ナサ君が結婚。なんで。